界的传奇啊，号称暗黑界的林志玲，今年出道15周年，我想他陪伴着很多人成长吧。AV 界的奥斯卡奖，我应该可以同时邀请他们两个。5回目の結婚，第5次结婚，一次娶两个。邀请到的是两位，应该说是 AV 界的传奇啊，号称暗黑界的林志玲，今年出道15周年，我想他陪伴着很多人成长吧。你有没有曾经某个时期很迷恋过他？我想我们大家都曾经有过这样的回忆，说没有是骗人的。那另外一位也是一位传奇女优啊，她曾经得过 AV 界的奥斯卡奖，她的演技非常受到肯定。那她最擅长的是扮演人妻跟小三系列。我想我们迫不及待要介绍这两位传奇啊。那在我右手边的就是陪伴着台湾男生成长的波多野结衣。左边是他的好朋友大龟翔。嗨，我是大龟翔。还蛮标准的。来过台湾应该蛮多次了。在2011年的第一届台湾成人展，他们就是当时最 top 的女优。一晃眼12年过去了，所以这12年中，他们已经来过台湾很多次了。はい、その間に何度も。いろんなお仕事で台湾に来させていただいて、もう第二のふるさとだと思ってます。最喜欢台湾的什么食物啊？就是你来台湾都什么都是你一定要吃的。小籠包とタピオカミルクティーと、あとルーローファンがすごい好きで、今日も食べました。ルーローファン、台湾男生的最爱，就像你是台湾男生的最爱一样。手机先拿出来检查搜寻记录，看昨天晚上有没有复习。有 我昨天晚上看了他们两个合拍的影片。合拍的啊，谢谢谢谢。我看到他们穿衣服我不太习惯，就不要再表白了。据说他们两位是好朋友，可以跟我们分享一下他们成为好朋友的过程。一番最初に台湾に二人で来た時ですね。それが2011年、の時の時に、その日が初めて一緒にお仕事をする日で会いました。その前に打ち合わせでもあったんですけど、その時が初めてです。对方做过让你最感动的事。いっぱいあるんですよ。お料理もゆうちゃんは上手なので、私が落ち込んでる時とかにご飯、美味しいご飯を作ってくれて、元気にを出してって言ってくれたり、あとは誕生日お祝いとかで盛大にお祝いしてくれたり、電話とか。で、長電話に付き合ってくれたり、サウナに一緒にいてくれたり、もういつも寄り添ってくれます。逆に私はすごい落ち込んだ時に一番に相談するのがヘリちゃんで、そう、それこそすぐ電話して何でも聞いてくれるし、ちょっと今から会えないかってすぐ来てくれるし、すごいお姉さん気質なんで何でも。スケジュールとか全部やってくれるのがヘビキちゃんなんで、すごい助けられてます。这些我可以都可以做得到。你们在台湾男生心中的地位是非常的崇高的梦幻女优。そんな。如果你喜欢台湾的话，可以考虑嫁来台湾啊。それは二人で話してました。那他们会介意结过试试婚的男人？全然いいと思います。可以啊。すごい。有点流汗。拍影片这么久，能够让我觉得心跳加速，然后会有点波动的，其实不多了。但是看到他们两位，就听他们讲话，都是一个享受。本当ですか？緊張してるの？你有酷的感觉。他觉得你很酷啊。我戴墨镜是因为我不想让他知道我在看哪里，他误会了。你第一次看到本人，你觉得怎么样？第一次看到本人啊，很漂亮 ，very beautiful。对，身材、样貌、讲话都很。之前我访的 AV 女优，她们是这一两年才出道的，但是我看到她们，我心中会有她们很多的片段，比方说教师啦，
女搜查官啊，我一直在想要尝试的把它排除在我的脑海之外，但是这个影像一直重叠，所以请原谅我今天有点失常。我またいっぱい何回も今日も明日も思い出してほしい。ずっと思い出して。有，一定有，一定有，一定有。我可以请两位尝试帮他放松一下吗？不不，千万不要，这个这样我会更紧张。对。不过你看他们这么漂亮，据说他们的感情路不是太顺利。杰伊是不是有遇过渣男？その当時はその彼の家にいきなり行ったら女の子がいたりとか、チェーンがついてて鍵は開いてたんですけど、もう頭真っ白になっちゃって、女の子の靴があったんですよ。とりあえず中に呼びかけてみて、でも無視されました。確定不是在拍片，他是在现实里面还是在片中遇到这个场景？打开发现我的男人怎么没有穿衣服？啊，ありそうです。デビュー当時に付き合ってた彼はお仕事も理解してくれてたので、応援してくれてました。お仕事とてもいい人だったんですけど、喧嘩をするとなんかもう大変です。もみくちゃなんて言うんですか、ちょっと攻撃的な、ちょっと攻撃的な彼でした。所以他的衣服才变成这样。破れちゃう、こんな感じ。破れちゃう、かわいそう。你们是超级好朋友，那你们两个会不会喜欢的男生是形态分别差很多呢？还是其实你们两个都喜欢同一个型的男生？真逆です。まあ優しいのは絶対なんですけど、仕事をしてないよりちゃんと普通に働いてくれてたら、あとは私が尽くすんで大丈夫です。最重要是家门里面那一条链子不能锁。もうかけないでほしい、かけないで。もし結婚したりするってなって、子供を育てるってなったら、その子をしっかり育てていけるぐらいのお金が最低限あれば、別にお金持ちじゃなくても大丈夫です。听他们两位讲完，我就放心了。我应该可以同时养得起他们两个。开玩笑的，这个。5回目の結婚。第5次结婚，一次娶两个。我买一间大房子，然后左边一户，右边一户，然后这样子打开门，两个超级好朋友就可以见面。司机、管家、阿姨，我都准备好，就差两个女主人。两位有交过台湾的男朋友吗？ないですね。ないない。なんか台湾すごい好きだし、あと台湾の男性めちゃめちゃ優しいので、なんか甘やかしてくれそうだなっていうのと、なんだろう、やっぱ幸せにしてくれそうだなって思わせる方が多いです。真的不错。とてもいいと思う。本当？あと浮気しなそう。杰伊有跟你的一位朋友拍过电影。哦，那个影帝李康生嘛。李康生跟超哥选一个。不要叫人家这样选。どっちだ、どっちも。你不是挖洞给他跳吗？どうしよう、どっちもいいからな。对，两个都好。我刚刚想到的内容也是这样子。そのように答えると思います。その時私映画の撮影日本語で挑んだんですけど、私が日本語を教えて日本語を喋ってくれたりとかで、逆に私はリさんから北京語を習ってちょっと喋ったりとかしました。那他拍 AV 比较辛苦还是拍电影比较辛苦？どっちももちろん大変なところはあって、まあ、こちらの妖怪は1日で120分の作品を撮り切るっていうので、なんか結構大変なんですけど、映画は映画で、私がその前映画撮った時は2ヶ月近く映画の撮影してて、その都度いろんなシーンを台湾で撮ったんですけど、海の近くで撮ってすごく暑くて、で風とかもやっぱりこう髪がなびいたりとかもダメだったので、部屋の中だったので、扇風機とかその涼しいものは止めて、でも汗もかけないし、こう汗拭きながら撮影した記憶があります。辛苦辛苦。谢谢谢谢。我想有没有想要拍电影？思います。日本の映画には少しだけ出てたことはある、何回かあるんですけど、台湾の映画はまだないので、波多野からその映画とかいろんなお話を聞いてて、私もいつか出てみたいなと思ってます。なんか恋愛映画とか出てみたいです。那如果拍爱情片的话，男主角要长什么？
あの恋愛経験が豊富そうなのでぜひ。我的恋爱经验跟你们拍过的那片子差不多多。大概前面不能走啦，要找爱情动作。yeah. 我没有想过自己有一天如果退役以后，想要朝哪方面发展，或者兴趣是做什么。台湾とかで映画を撮ったりとか、あの CM 出たりとかさせていただいたんですけど、もうこの業界を辞めたらやっぱり海外でたくさん活躍できる女優さんになりたいなってすごく思ってます。